ストラン料理スタート。するといきなり鷹匠がアピール。あつしさん、はい、聞いてください。私今日自分で家から作ってきたんです。これえ、はい、皮から作るってこと？皮から作りました。あら、はい、ちょっと見して。あれ、あ、俺も作ってきたんだこれ。あ、本当ですか？鉄人ももう持ってきてますよ。あ、でもこっちの方がうまそうだな。ってことは共に皮から作る餃子ってことですね。はい、そうです。しかし2人の記事、目的が全く違う。鷹匠の記事の目的は味。普通餃子の記事は塩で軽く味付けたものが多いが、鷹匠は鶏ガラとごま油を入れ、皮自体にコクと風味をつけている。一方鉄人の記事の目的は食感。普通餃子の記事には薄力粉を使うが、薄力粉よりもコシの強い中力粉、さらに大福の生地などに使われる粘りのあるもち粉を使い、もちもちとした食感を出す。さらに鷹匠はあん作りでも一工夫。あつしさん、はいはい、氷入れます。何？氷。氷？はい、見てください。氷、ひき肉作るのに氷入れんの？そうなんです。フードプロセッサーを使ってひき肉を作るときは一気に回すと摩擦熱で肉の鮮度が落ちることがある。そこで氷を入れるのだが、肉が水っぽくなるのを防ぐため溶けにくい大きめの氷を入れ、一気に回さずこまめに回す。あ、はい、冷やしながら。はい、そうなんです。とここで調理の様子をシャットアウト。もうちょっと見たかった。もうちょっと見たいよ。料理を待つ間は餃子豆知識。ねえねえ、餃子のこともっと知りたいと思わない？これであなたも餃子通。餃子初めて物語。日本人に最も身近な中華料理餃子。いや、うまいよ。そんな餃子の起源はおよそ2500年前、春秋戦国時代の中国。この頃すでに小麦粉で具を包む餃子の原型となる料理があったと言われています。ちなみに中国で餃子といえば水餃子。しかも多くの人が餃子をおかずではなく主食として食べているんです。だから皮がもちもちしているんですね。そんな餃子が日本に初めて伝わったのは今から300年以上前の江戸時代。中国から亡命してきた儒学者朱舜燧という人が、これが私の国に伝わる餃子という料理でございます。どうぞお召し上がりください。どれどれ、おお、これはうまい。と日本のある人物に献上したのが最初と言われています。江戸時代、誰だろう。ではここで問題。この日本で初めて餃子を食べた人、実はドラマにもなった超有名人。石田純一さん、誰だか分かりますか？水戸黄門、水戸光圀ですよね。水戸光圀。水戸光圀。正解は水戸黄門こと徳川光圀さん。徳川光圀さんは餃子だけでなくラーメンやチーズを食べた最初の日本人とも言われています。餃子を焼くようになったきっかけはこれも中国でのお話。あら、昨日の残りの水餃子固くなっちゃって食べられないわ。焼いたらどうなるのかしら。あら、おいしいじゃない。それがきっかけと偶然がきっかけで誕生したという焼き餃子。そんな焼き餃子が日本に伝わったのは第二次世界大戦後。戦地中国で作り方を学んだ兵士たちが帰国後に広め、一気に国民的な人気メニューになったんです。なんて言ってるうちに餃子が食べたくなっちゃいましたね。すごい、さすが。もう食の知識半端ないですね。でも全然本出したりしないですよね、このお店がいいとか。いやいや、そんなの出せないですよ。そんなもう趣味で楽しく行ってるだけで、いつでも連れてきますから。
ちょっと AKB はちょっと恋愛禁止なんですよ。すぐ誘うからね、このおじさん。いい香りする。あ、焼き始めたな。焼き始めた。うわー、そうくる、なるほど、焼き目が綺麗。焼き目が綺麗。あれ、キヨ。ラララ。共に美味しそう。めちゃめちゃ手込んでる。で、今から食べられる皆さんが相当羨ましいですね。うわ、楽しみ。和の鉄人中村光兵衛と AKB 高城、二人が作った餃子とは。さあ、一つは和の鉄人中村光兵衛さんが作った餃子、もう一つは AKB 高城が作った餃子、どちらが光兵衛さんが作った餃子なのか見破っていただきたいと思います。はい、A の皿オープン。なんだあれ、なんだあれ。形は四角、その上にミニトマトが乗った A の餃子。そして B のお皿オープン。なんだなんだ。超巨大な羽が鮮やかな B の餃子。ちょっと果たして一流の料理人が作った餃子はどっち？さあ、それではまずは A の餃子からどうぞ。いただきます。わあ、美味しい。美味しい。美味しい。匂いがもう美味しい。わさびがすごいね。あ、わさび。ね。美味しいです。皮がもちもち。皮がもちもち。もちもちですね。裏がつぶつぶのなんか衣みたいな、衣が。でも天かすじゃないしの、何なんだろう。天かす。餃子に天かす。では B の餃子お召し上がりください。うまい。うまい。うまい。どんな感じ？こっちの餃子自体も餃子として相当クオリティ高いですけど、このやっぱタレが相当パンチ効いてるっていうか、素晴らしい。さあ、それでは答えていただきたいと思います。一斉に札を上げてください、どうぞ。さあ、分かれました。おお、セレブゲストのお三方、答えが分かれてます。また一緒になっちゃいましたね。やだ。これは A ですね。もう食感とかが完全にあのプロフェッショナルでした。やっぱり和食って色彩美が大事なところなので、綺麗にあーって可愛いって思ったっていう、そこです。一方、少数派 B の意見は、なんか B も美味しかったよね。どうだった？美味しかったです。 B は本当に餃子自体は王道で直球なんですよ。A はちょっといろいろやりすぎちゃってる感じがして、孔明先生がこういう方向に逃げたとしたら僕はショックです。和の鉄人中村孔明が作ったのは A の餃子か B の餃子か。酸っぱければ不正解、めっちゃうまければ正解です。はい、参りましょう。せーの、中村さん、ごちそうさまでした。一流はどっち？どうぞ。というわけで、鉄人中村光明が作った餃子は A。 どうした一人？そんななんの？涙が出てる。あ、いや、機械に入っちゃった。ちょっと森さん、完全にもうガセセレブですね。おかしいな。本当言ってるんでしょ、俺たちの同じようなお店行ってるんでしょ。もういいんですよ、背伸びしなくても。でもこれやっぱね、初めて作ったとは思えないですよ。これね、自信なかったから、ポイントを上げて
わさびの香りと、ね、かつおだしのうまみ、それでパリパリ感、それでぶぶあられ、はい、お茶漬けのね、ああそう、ぶぶあられ、その3つに絞った。